どうも、古田圭一です。さあ、本日はですね、この季節にぴったりなマフラーをご紹介していきたいと思います。まず僕が持ってるですね、マフラーをご紹介させていただきまして、で、こういうマフラー持ってたら、こういう使い方できるよみたいなことをご紹介できたらなというふうに思いますので、それではよろしくお願いします。これぐらい持っております。はい。これ一個一個ちょっと紹介していきたいと思います。まず分かりやすいところからいきますと、ジョン・スコットというブランドのメイドインスコットランドのラムズール 100% の、柄がドレスゴールドのマフラーになります。まあ、これなんかね結構、まあ正直もう学生時代ね皆さん使ってたんじゃないかなっていう人もいるかなと思います。マフラーなんかにおいてすごく代表的な柄かなというふうに思います。これとかブラックコーチとかね、まあ、巻いてみましょう。いつも僕はもうこういう感じでですね巻きますね。やっぱりアクセントになりますから、まあ、持っておいて非常にいいんじゃないかなというふうに思います。でちょっとここのねあの長さをずらすという巻き方がちょっとこなれた感が出ていいかなというふうに思います。こちら使いも非常に効くと思います。ジョン・スコットですね。はい。続きましてこちらシャルロットヒルズというブランドのマフラーになります。はい。ちょっとですねこれもですねスコットランドのブランドなんですけども、ちょっとこうくすんだ色味とあとこのピンクがアクセントになりまして、ちょっと珍しい色味で、着こなしにアクセントつけれるんじゃないかなというふうに思いまして購入しました。先ほどのベタなものも持っておいていただいて、こういうちょっと特徴的というか、まあ、あんまりないようなちょっとこう遊びの色とかのものも持っておいていただくとかなり使い回し効くんじゃないかなというふうに思います。はい。でこちらですね、これがペンドルトンになります。まあこれが結構ね意外とありそうでないアメリカ製のマフラーっていう、先ほどの2点みたいなスコットランド製がまあ非常に多いんですけども、まあこれちょっと珍しいなということで、でまあこう気持ちいいね、配色ですよね。ちょっとね先ほどのよりかは大判ですけども、はい、いいですね。だからちょっとこうアメリカの印象つけたいなっていう時はこれを巻いてみたりしてね、はいはい、アメリカ製のマフラー意外とないのでちょっと見つけたらぜひ購入しておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。続きましてこちら、これは古着で購入しまして、70年代の、アメリカのアクリルのマフラーですね。先ほどの3点としてウールじゃなくてアクリルのものになります。なのでまあチクチクとかがないですね。はい。だホームアロンとかに結構出てきそうなね雰囲気のものですよね。でこれはまあ、こういうですね、巻き方もまあいいです。もちろんいいんですけども、ぜひですねこういうのがいいですね。なんかこう、はい、こうファッとかけるような感じが可愛いんじゃないかなと思います。古着屋さんとかでねやっぱりこう現行のものにないような柄のマフラーとかが結構あったりするので、見つけてねいい感じのものがあれば持っておいていいんじゃないかなというふうに思います。はい。で続きましてがこちらですね、ヒルトップというブランドのスクールマフラーですね。はい。これなんかはもう圧倒的に可愛いですよね。もう男女ともに、まあ、全部ですけども、であとちょっとこう人とは違うマフラーがいいなっていう方はぜひこういうスクールマフラー持っておいていただいた方がいいんじゃないかなと。こういう感じで、まあこれもまあ、こういう感じで巻く方が可愛らしいですね。はい。やはり、まあ、ハリーポッターいじり不可避だと思いますけども、お前どこの寮だというふうな声がありますけども、スクールマフラーかぶりたくない方はぜひおすすめです。ヒルトップというブランドでございます。はい。こちらもスクールマフラーですね。やっぱりこう配色がね非常にこうクラシックで、これが AE クロージャーというブランドですね。これは先ほどよりはねちょっとこう長さがあったりとか幅があったりとかっていうのがありますので、まあ、同じスクールマフラーでも作ってるブランドが違えば多少サイズとか配色が変わってくるので、お気に入りのスクールマフラーを探していただければと思います。可愛いですねこれもね。まあ、これだったらねちょっと長さありますのでこういう感じで巻くっていうのも非常にいいと思います。マフラー僕が所持しているものを紹介しましたけども、まあ、これをですねこういう風に使い分けたらいいかわからないっていうような意見もあると思いますので、僕が持ってる服でご紹介できる分は
していきたいと思いますので、さっきのを使ってね、ちょっとこういう感じのアウターに合わせたら雰囲気出るんじゃないみたいなことをやっていきたいと思います。例えば、まあ、これを、ちょっと季節感あれですけど、まあ、コンブレットしますけども、来た時に例えば最初のね、これでもまあイギリスのマフラー、非常に相性いいですね。こういったアメリカのマフラーでもいけます。なのでまあここら辺ですね、まあ色をこう拾うというイメージ、トップスの、まあ、パンツとかでもいいんですけども、とかまあここら辺は非常にまあ本当に合わないものがほとんどないっていう風な考えでいいかなっていうふうに思います。はい、はい、で例えばコートですね、ダッフルコートの場合はですね、まあ、先ほどのもうこれなんかね、やっぱりハリーポッターとかホームアローの世界観ですね。はい、まあ、そこのいじりは不可避ですけども、そのいじりに耐えれるというんであれば、もうこれ自体非常に可愛いものですから、いじりというのは別に悪いことではないですからね。はい、それがおしゃれで、何々みたいでねっていうプラスの意味でも言われたりしますから、まあ、いじりに、私は耐えれないっていうんであれば避けた方がいいですけども、まあ、相性的にはねすごくいいかなと思います。はい、これいけますし、もちろんやっぱりスクールマフラーもね可愛いですね、こうやってね。はい、非常に可愛いですこれ。はい、でこれもいいですね、もちろんいいです。はい、可愛らしい、まあ、コートの時はこう垂らすのが結構こうハマりますね。はい、これはね結構物好きな方しか着ないと思いますけども、例えばマウンテンパーカーね、これとかだと、まあ、こうアメリカのやっぱりものですし、アメリカの雰囲気がムンムンにありますので、まあ、直球でこういう感じで、でももちろん相性いいですし、イギリスの雰囲気のマフラーでももちろんこう、まあ、アメリカとイギリスというのはですね非常に相性のいいものですから、まあ、基本的にまあ、外しで使ったりっていうのはありますけども、まあ、基本的に混ぜて使っていただいて全く問題ないので、こういう感じでいいですし、中間色を入れていただくっていうね、先ほどね2点とは違ったまた雰囲気が出ます。はい、雰囲気が出ますね、やっぱりこう新しいアイテムが入ることでまたこう表情が全然変わってきますから。ツイードのジャケットの場合ですと、ツイードっていう、まあ、英国の雰囲気ですけども、もちろん相性いいです。はい、アメリカのエンドロトのものでももちろんいいです。はいね、こちらもアイビーリーガー的な感じでね、もうこういうのも全然、はい、いいと思います。ブラウンとね、グリーンのこう相性非常にいいので、はい、基本的にまあそういうところを意識していただくっていうのかなっていう、まあ、マフラーですからまあもうどの色で、バランスですね、もうほとんどね相性が悪いなんていうことがないと思うので、まあ、色の拾い方とあとはまあ相性のいい色ですね、マフラーと、まあ、全体のトーンというか、まあ、ぜひですね、スクールマフラーとアメリカの雰囲気があるマフラーと、スコットランドのベタなマフラーと、まあこういうのが遊びであっていい、もういいのかなというような感じですね。はい、ここら辺をお持ちいただきますと楽しく冬を乗り切れるんじゃないかなと、はい、思いますし、いい着こなしにアクセントが、非常に出るんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひお気に入りのマフラー、僕がご紹介したブランドはかなりおすすめなので、ぜひ、まあ、楽天なんかでも購入できますので、お求めいただければなと思います。以上です。大丈夫です。